Destiny は SF オープンワールド設定のオンラインマルチプレイヤー、アクションロールプレイングゲーム FPS ゲーム。Halo シリーズで知られるバンジーが開発を行い、バンジーと10年に及ぶ専属契約を締結したアクティビジョン・ブリザードがパブリッシングを行う。本作は欧米地域では2014年9月9日にPlayStation 3、PlayStation 4、Xbox 360、Xbox One で発売された。日本ではソニーコンピュータエンタテインメントジャパンアジアがパブリッシングを行い、PlayStation 3用及びPlayStation 4用タイトルとして2014年9月11日に発売された。本作はオンライン専用タイトルなのでプレイするにあたってはインターネット接続が必須となるが、いくつかの MMO ゲームで見られるような月々の利用料の追加支払いは不要である。ただし PS4 ではPlayStation Plus、Xbox 360とXbox One では Xbox Live への加入が求められる。発売後も継続的なアップデートと拡張コンテンツの配信が行われており、2014年12月10日に拡張コンテンツ第1弾、地下の暗黒、2015年5月20日に拡張コンテンツ第2弾、ハウス・オブ・ウルブズが配信された。発売から2年目を迎える2015年9月17日には、ゲームシステムの変更、改善を伴う大規模拡張コンテンツ、降り立ちし写真が配信された。その後も発売から3年目を迎える2016年9月20日に拡張コンテンツ、鉄の章が配信された。ロアでは全世代機である PS3 及び Xbox 360での配信はなく、PS4 及び Xbox One でのみ配信されている。日本では2015年9月17日に PS4、PS3 向けに TDB/TTK までの拡張コンテンツが収録された Destiny 降り立ちし写真、レジェンダリーエディションが明日より発売された。さらに2016年9月20日には TDB ロアまでのすべての拡張コンテンツが収録された Destiny コンプリートコレクションがシェンより発売されている。2017年9月6日には続編となる Destiny 2が発売された。本作のスタイルは MMO の要素を組み込んだ FPS として説明されてきたが、バンジーは Destiny を伝統的な MMO ゲームということは避け、シェアードワールドシューターと呼んでいる。それは Destiny が伝統的な MMO ゲームの特徴の多くを欠いているからである。例えば、よくある多くの MMO ゲームのようにプレイヤーがゲーム内や特定のサーバーで他のプレイヤーたちすべてを見たり関わったりできるというのではなく、Destiny はプレイ中もオンザフライのマッチメイキングを実行しており、プレイヤーはゲームによってマッチされた他のプレイヤーのみを見たり関わったりできるのである。Destiny はグローバル、イルミネーションとリアルタイムのダイナミックライティングを同時に行える新しいゲームエンジンを組み込む。Halo のマッチメイキングシステムが背景にあるバンジーのホッパー技術におけるイノベーションによってマルチプレイヤーモードの協力プレイか対戦プレイのいずれかにおいてより自然な体験を作り出すためのより優れたプレイヤーマッチメイキングが可能になる。プレイヤーは種族とクラスを選んでキャラクターを作成する機会が与えられる。種族を選ぶのと異なり、クラスを選ぶことはデスティニーでの遊び方やキャラクターの成長に多大な影響がある。それぞれのクラスには各自のフォーカスがある。フォーカスとは CO、オーパスミッションと対戦試合において、プレイヤーの好みで流れを変えるために使用される特殊能力のことである。これらのフォーカスの能力は攻撃用、守備用、バフ用がある。フォーカスで、最も効果的な能力はスーパーと呼ばれ、ガーディアンが戦闘中に使えるスキルムーブである。それぞれのスーパーにはアップグレード可能なスキルツリーがある。エンドコンテンツは発売後にダウンロードコンテンツの形で追加される。2014年9月16日にレードが解禁された。本作のゲームモードとして以下のものが存在する。拡張コンテンツやアップデートによってその内容と種類は増加する。Destiny は発売後も拡張コンテンツのリリースが継続して行われている。拡張コンテンツを適用すると新たなミッションやゲームモードが開放され、よりランクの高い装備を入手できるようになる。宇宙進出時代、人類は火星にて遭遇した未知の存在、トラベラーによって多大な恩恵を受けた。探検、平和、技術革新により何世紀にも及ぶ偉大な繁栄、黄金時代を築くが暗黒による侵略を受け、文明が崩壊してしまう。その大崩壊と呼ばれる出来事の700年後の世界がデスティニーの舞台である。トラベラーはその力を徐々に失い、黄金時代は終焉を迎え、人類は絶滅寸前の暗黒時代に入った。地球に住むわずかな者たちだけがトラベラーの加護を受け、大崩壊を生き延び、トラベラーの下に人類最後の都市、シティを築いた。トラベラーはシティの上空に浮いており、人類の守護者であるガーディアンに対し、光と呼ばれる未知の力を与えている。大崩壊後、初めて再植民と復興を試みた人類は、敵対するエイリアンの総称、暗黒が人類のかつてのコロニーと文明を占拠し、今やシティをも侵略しつつあることを知る。プレイヤーは太古の時代の死者であり、ゴーストに蘇らされる。その後、シティのガーディアンとなり、人類が世界から完全に消え去ってしまう前に、これらの脅威を調査し破壊する任務が与えられてゆく。デスティニーは地球最後の都市、シティを守るために設けられた人類最後の守護者であるガーディアンの旅を軸に展開する。ガーディアンは人類、アウォークン、エクソの3つの別個の種族からなる。プレイヤーキャラクターの種族は純粋に外見だけであり、デスティニーのゲームメカニクスには何ら影響しない。プレイヤーは種族と共にクラスを選ぶ。デスティニーにはプレイヤーが選ぶことができるクラスが3つある。ハンター、ウォーロック、タイタンである。また各クラスにそれぞれ2つのサブクラスが存在したが、TTK 以降さらに各クラスに1つのサブクラスが追加された。これにより全クラスがソーラー、アーク、ボイドの3種の属性それぞれに違ったスキルを持つサブクラスを得た。上のサブクラスが初期のサブクラスでレベル15に達した時点で、下のサブクラスがレベル25で特定のクエストをこなすことで3つ目のサブクラスが解放される。サブクラスはプレイ中にいつでも変更することができる。ベスタ基地は光の届く終端の小惑星地帯に位置する小惑星ベスタに設けられたリーフの前線基地の一つ。プレイアブルマップは地球、月、金星、火星。TTK により土星が追加された。敵キャラクターとして、フォールン、ハイブ、ベックス、カバルの4種が存在する。彼らは人類とは相入れない存在であり、暗黒と呼ばれる。TTK によりハイブの神、オリックスが率いる特殊な存在、宿られた兵が追加された。デスティニーの存在を最初に示したものは、バンジーの2009年のゲーム、Halo 3。ODST に登場している。作中にデスティニー・アウェイツと読めるサインが壁に書かれ、謎の球体がそばに浮いている地球の絵が示されていた。2010年から2011年にインタビューやプレゼンテーションでバンジー社員はデスティニーのことを言っていると解釈可能な曖昧な発言をしているが、2011年8月のバンジーの20周年ドキュメンタリー、オーブレーブニューワールドまでは、公然とデスティニーに言及することはなかった。そのドキュメンタリーの中ではいくつかの初期の環境描写や、グラグノックと名付けられた環境エディタ、モーションキャプチャ装置を身につけて俳優がシーンを演じている短いショットが登場していた。当時、デスティニーはコードネーム、プロジェクトタイガーとして知られていた。プロジェクトタイガーは2011年8月に、バンジーの共同設立者、ジェイソン・ジョーンズがデスティニーについて語った時に使った名前である。その後、プロジェクト・タイガーは開発名称、デスティニーとして知られるようになった。2012年5月21日、バンジーとアクティビジョンの間のパブリッシング契約がロサンゼルス・タイムズによって報じられた。この契約は本来、インフィニティワードの全従業員、ジェイソン・ウエストとヴィンセント・ザンペラに対するアクティビジョンの訴訟において封印された証拠の中に入っていたものだったが、後に当事件の裁判官によって開示された。その契約は、各々が4つのデスティニーゲームの開発とパブリッシングを行い、第1作は2014年の第2四半期か、第3四半期に発売するという、バンジーとアクティビジョンとの間での合意のあらましを記したものであった。デスティニーについて、最初に公に詳細がリークされたのは2012年11月のことで、コンセプトアートとプロットの詳細が明らかになった。バンジーはより詳細なリリースを行って、リーク情報を補足する。一方、未発売のビデオゲームの詳細が計画された。リリースよりも前にまたもや明らかになったことについて遺憾の意を表明した。デスティニーを描くにあたり、バンジーのリードライターであるジョセフ・ステイトンは、バンジーが固有の命を持つ世界を作り上げるという企図を持ったゲームにアプローチしていると述べた。さらなる情報は2013年2月にもたらされた。バンジーがビデオドキュメンタリーを発表し、デスティニーについての情報とデスティニーの背後にあるいくつかのコアとなるアイデアを明かしたのだ。そのアイデアには、バンジーの7本柱哲学も含まれる。これはできる限り顧客に広く訴えかけるゲームを作るべく採用した初期開発プロセスの7つの根本的な要素を明らかにしたもので、カジュアルな初心者ゲーマーと類似ジャンルの固定客をデスティニーに触れさせることを特に強調している。デスティニーは、プレイステーション3とプレイステーション4で発売されることが2013年2月20日の PS4 発表会で最初に発表された。バンジーは PS3 版と PS4 版両方に独占コンテンツがあることも明らかにした。後にバンジーはデスティニーがマイクロソフトの Xbox 360と Xbox One で発売されることを認めた。また、ソーシャルメディアをデスティニーと合体させる計画も明らかになった。プレイヤーがオフラインの時でもお互いに接続されたままにすることを可能にするものである。ゲーム内世界は絶え間なく変化する状態にあり、バンジーは携帯電話のアプリケーションをプレイヤーが新しいクエストをアップデートし、プレイヤーにフレンドがゲーム内で何を行っているのかについて知らせるのに、利用することについての潜在的可能性について探求している。2013年6月、ソニーコンピュータエンタテインメントの E3-2013 カンファレンスでバンジーは本作の実演プレイを行った。2013年10月1日、バンジーとアクティビジョンは特定の小売業者で機種を問わずデスティニーを予約したプレイヤーがデスティニーのベータ版にアクセスできる9桁のコードを受け取ることができると発表した。追加のベータコードが10月20日回収の間、SNS である Facebook と Twitter においてもランダムに送付された。2014年3月20日、バンジーはデスティニーに Faceware のモーションキャプチャー技術を使用していることを発表した。2014年4月11日、バンジーは長く作曲家、オーディオディレクターとして雇用していたマーティン・オドンネルを解雇した。最初ファンは、マーティン・オドンネルがいないことが、デスティニーのゲーム内を音楽に影響するのではないかと心配したが、バンジーのピート・パーソンズは後に、デスティニーの音楽はすでに完成しておりオドンネルの不在は、完成に向かっている開発に何の影響もないと認めた。2014年6月9日の E3-2014 で、バンジーはデスティニーの PS4 用アルファバージョンが6月12日から16日までオープンになると発表した。また、ベータテストがプレイステーション3とプレイステーション4向けに北米で2014年7月17日に始まると発表した。2014年6月17日、ソニーコンピュータエンタテインメントジャパンアジアはデスティニーが日本ではプレイステーション3とプレイステーション4独占で発売されると発表した。これはデスティニーが日本では Xbox 360と Xbox One では発売されないことを意味する。なお、スジャパンスタジオのローカライズプロデューサーである石立大輔は、シジャパブリッシュなので誤解されることもあるのですが、デスティニーのローカライズには我々は全く関わっていませんと述べている。2014年6月26日、バンジーはデスティニーが S 部の T14 のレーティングを受けたことを認めた。2014年7月3日、日本におけるクローズドベータテストが2014年7月18日から実施予定と告知された。発売翌日の2014年9月10日、アクティビジョンはデスティニーの売り上げが5億ドルを超え、新規ビデオゲームフランチャイズでは史上最も成功したローンチであると発表した。デスティニーの開発とマーケティング予算は5億ドルであり、これは既存のビデオゲームでは最も制作費のかかったビデオゲームであるグランドセフトオート V をしのぐものである。ありがとうございます。